はい、こんばんは。えっ、ー、と、続きまして、5、6年生ですね。えっ、ー、と、皇室です。あそっか、5、6年生のところでもちょっと説明を入れておこうかな。一応ね、間違うといけないので。 えっと、今月の処方がオレンジ色のものですね。でこれ開いていただくと、えっ、ー、と、もう皆さん書かれたやつ、あのー、ね、以前も書いたものなんです。ここにあるのはね。で、後ろの方ですね。こちらにあの予告として出ているこちらを今やるものです。えー、皆さんが9月にやるものっていうのが、9月に練習するものですね。それが、まあ、ここには10月、 とと書いてあるこちらなんですがえー、っと締め切り日は11月の10日となっておりますので私のところに、えー、っと10月の末日ですねに届けていただければ大丈夫です。はい、でこのねひらがながいきなりこう連続できてるこちらのものです。えー、っとこれを書いていこうと思います。今鉛筆をね急いで削ってきたんだけどちょっと削りすぎたかな。 ううだろうちょっとね書き出す前少しねコロコロっとねやって整えてからの方がいいかもしれないですね <laughs> はいえー、っとこちらですでは書いていきますちょっと そう5、6年生は特に必ずね折りますよ。面倒くさがらずね折ってください。そうしないとずれるんですよどうしても。ずれるとねえもう大変ですよね消。消さなきゃっていうのも嫌ですからね。消すとどうしてもボコボコしちゃってね結局ダメなんですね。だから一発で書くんだっていうところでね。いきます。 えーと上ね少し開けますよでひらがなですこう少しこうお腹突き出すような感じにしておいてちょ,ちょっと大きくしましょうか、うんはい、で上にクイーンとちょっとこう上がってきてここの余白部分を見ておいてください長さにここにちょっと差をあの 同じように開けてあげるようにして、ちょっとこの真ん中あたりにこれがねこちょこちょって感じに見えますけど、結構大きく動いてるんですよ。こういう風うにしてでここから横へ広げます。輪はね。横に広げるんです。だから根、ね、とかと違うこう上に行くんじゃないですよね。そうそう,そう。で 真ん中でまあ切れるように今ちょっと勢いよく書きすぎましたけどねもっとこうゆっくりですよ最後だけスッとするような感じでして下からたですこうですねこうにきといてこうですねたらうんで、えー なんかねごめんなさいね場所が今ねすごいことになってるんですよ家の中が紙だらけですね <laughs> えっと背を描く時っていうのはちょっと下からの方がいいですただまあ下のうーん行のね行だからね下の漢字を見つつですけどできればほらここがこうぶつかりやすいんですね この部分が一番上にこう飛び出ていくので、背はそこだけちょっと注意してくださいねはい、毛ですよ、こう力加減ここは強くなるようにして、上からスーッとで、いに行きますうん、こんな流れですねまぁ、あ、大丈夫だと思いますがこのあたりはねあのひらがな ひらがなの連続のところっていうのはなるべく止めない方がいいですね。慣れてきたらそのままいっちゃってくれた方がいいんです。はい。谷という字です。1。左へね、下に行かないこと。で、ちょっと上からかぶせるような感じで切って、あの、まだこれ字の途中なので、うん、短めでいいです。次は これはこうして、こういう感じですね。こう大きくこう回って、ここからの、ストーンってきてこう、谷っていうじゃ綺麗ですよね。で、この、もうこのね、中にこう入っちゃっていいんです。ね、こういうところ、口はあの縦長にならないようにしましょう。その方が上品でいいかなと思います。はい、鉄。 鉄ですね金辺、左はしっかりと右は点のような感じですこれで、ね、線というより点のような感じの意識でってことはあの力加減が違うってことです入りが優しくてどんどん強くなるようなイメージで12ってこの時に注意しなきゃいけないのは、えー、と左にどんどん出てるねっていうところを見てください どんどんでもこっちは同じぐらいなんですあまり変わってないなっていうところなぜか分かりますかこれって辺にね当たるものだからやっぱこっちの作り側をねこう広くしてあげたいですよね。そのために出たくないんですよあんまこっち右に寄っていきたくなくて。でここもほら上が でもこのほらこの横の線こちらは平行崩してますよねどんどん上がっていきたいなって思ってるってことですからなるべく出ないようにしてでなおかつ中心はずれたくないんですよこここれ真ん中ですよねこの辺側の真ん中でちょうど真ん中を今貫こうとしてるこれもここに合わせて真ん中にしたいはずですこれがちぐはぐするとあんまかっこよくないので ここ,にね、ここを見ながら合わせてるんですよここにこうスーッときてでえー、と点を打つ時こういうのトントンって打つ時これはこう上から入ってこれもっと上から入ってなんかねこ立てるんですこれ立ってるでしょこれこういう風にあんま寝かせていかないように上から打ち込むとあの立ちますのでね必ずこうしてで もっと上から行きたいのでこれで下からギュッと上に次がこの線上がっていきたいのでこの子をねこの2個目の点あんまり下に長くすると邪魔になるんですよだからうん最後ね最後こう下から来るのをもう見越しておかなきゃいけないこういうふうにこのぐらい短くしといてこれでギリギリな感じですもんね。 そしてこちらは関数字の2があるようなイメージにしますよここあ。その前にこの作りの1画目っていうのは結構この辺に入れ込んでいくようなもうぶつかるの怖がらなくていいです。あのまああんまりこの辺を崩しちゃうとかわいそうですけどね立ち気味な感じで。 寝かせるとほらすごいぶつかりますけど立たせるとそうでもないんですよねだからそこをちょっと立たせていくことそしてここの線にあのこの質をねしっかり関数字の2のようにしてあげるでここ左にこう寄ってきていいですよこういうラインですねすごく左に寄ってっていいです、まあ、右の子の方がほら場所取っていいんだよって言ってたあれですけど でストーンって下ろしといて、これが一番こう下に落ちてくるかなっていうライン持ってきます。はい。はい。道という字ですね。トーン。はい。立てといて、さっき言ったあれですね。1個目のトーン。2個目のギュッからのスッっていう感じの。のこのライン。うん。で、こういう風に上がってきて、 トントントンってやったら点あのしにの点はねちょっと上の方なんですよでストーンって落ちてきてまたキュッと上がる短くキュッと上がってねそしたらカクンって下がって内側にちょっと入って次は払うのはこう横ラインです下にこれこうに行くとここに隙間がベーって出てなんかちょっとかっこ悪くなるので横にしてあげて 重なるようにこういうふうに持ってきてあげるといい感じですかね。はい。で、脳ですね。なんかね、今日は各学年今撮ってるんですけど、すごい長くなっちゃって、なんだろう、今日話まとまってないな。なんかね、長いな。もっと短くまとめたいんだけどね、本当は。 トロッコ列車うん、トロッコ列車。カタカナですね。とは、じゃあ、線にこう乗っけるようにしましょうか。左からこう打ち込んで、ほぼ、ほぼ真ん中の線ですね。っていうぐらいでいいでしょう。えー、ロはこのくらい。ツー。 そうですねこの2行目っていうのはえー、っと意外と余裕な感じで書けるところです列という字少し場所を多めにとってみましょうさっきあちょちょっとちょっと写ってなかったねごめんねごめんここですねえー、っとね さっきの学年かなそうだな。3、4年生の時に言ったんだ。夕日という、夕っていう字ね。これの、この部分ね。の時に言ったんですが、少し、この、2画目のこの払いと、次の、このラインっていうのが、平行じゃないよねっていう話をしたんですよ。で、 えと下に向かってちょっと広がりがあるような感じ台形というかなんかなんかこうちょっと広がって見えますよねそれを意識したいんですってことは2画目はこれ左に行こうとするこちらは少し下に行こうとしてこうに行くようなそんなラインに見えるといいですねでこの右側の立刀ですこうしといて2つの このつながりはキュッてくるのとキュッと沿ってこういう風にちょっと膨らむような反りからのこう内側に入るようなこれが美しいところなので、えー、とぜひやってくださいただの棒になるところはねあの一気になんか汚くなっちゃううんはい車ですね車短くグイーンって上がる線太いですよそこから この線と同じぐらいかな一回りちょっと長いかなってぐらいにふわっとさせておいてキュです。ここはね左右キュッキュッってやるんですよ。この左のキュができない子がとても多いです。で左と右って合わせるものですから 左がね下に行けば右も下に行かないとやっぱ変なんですよだからねどっちかができてもダメで両方できないとちょっとあまり意味がないのでちょっとそこはね注意してください左ね結構書いた後でああみたいな感じになりやすいんですよで、ね、ちょっとそこは書き出す前に気づけるといいなーっていうところですはいは歯ですねこう うん。紅葉です。紅葉。ひらがなでこうだけどね。うんと。狭いんだよ。ごめんなさいね。どこが映ってるのここか。うん。こうは両方落ちるような感じの方がいいですよ。そして、 うですうわーって縦長なんですこの字ねうってねだから意外とあの余裕じゃんって思っちったけどぴったりねやばいねちょっと見誤ったらやばいねって感じ1、2、葉っぱという字ですよ葉っぱの葉は草冠長くしないでくださいこれは次のこの子が長いんです どこが主役かな、主役というか、どこが一番長く出るべきかなっていうところはいつもこう気にしてなきゃいけないところですね。で、その長いところを見つけたら短いところとの差をつけたいわけだから短いところをより短くするような感じです。で、縦はここが先です。こういうふうに入って、こうど真ん中ね。ね、頭も結構たくさん出て、 出てるというか、まあ、草冠の間にこう入り込んでいくような感じ。ぎゅっと入れ込んでスッと力を抜いてきます。これ力抜いてるんですよ、こういうところ。で、これも次はちょっと下からだけど、スッと抜いてきて、ぎゅっと閉じて、このぐらい細くていいです。で、ここ、これもほら、位置を見ましょう、これ。 真んん中、右、左ってくるんですよで、ここねここね隙間をちょっと見といてくださいこれキュッと入れてこうに来てこんな感じなんですよ世界の背ね難しいね世界の背この空間の取り方がすごく大事になる字です うん、これはこのぐらい顔がちっちゃいとすごく綺麗ですねもう表情がほらそれによって表情が変わるすごく変わるとこう比べると分かりますよねうん別にどっちも別にいいんですよでもよりなんかあの人間離れした綺麗さな感じしませんかこの顔顔ちっちゃみたいなそういう感じね うん、でも、ここの大きさでこういう感じで書くってなったら、かなりここの隙間を狭くしないとならないですね、これ。でも、こうやって見るとあの楽しいですね。あの表情っていうのはそういうふうに作っていくわけです。はい。見物見物客えー、見物ね、はい。 見るという字です。上がふわっとするんですよね。で、下がちょっとこう広がりがあって、えーっと、この辺の空間とかもしっかり撮りたい、ここの,あの力の強さとかも見てほしいとこです。まず、これは長くしたらあのいけない。ここの長さは、なんかで言ったよね。なんだっけ。これも3、4年生だ、言ったの。 あのもし時間があれば34年生の動画も見てくださいこ左と右があった時この向かい合ったこの2つの関係は左よりも右が長くなりますこのね中にこう何かが入ってくる時ねだからここは短くしとかないと難しくなるよねっていう話ですこちらが出るのは構いません、うん、で なおかつ下がありますからね,これねこに,下にビヨーンって行くんじゃなくて横に行ってください。これはほら2段階になってる字なのでより、あのー、高さが出やすくなりますからなるべく高さを無駄に出さないようにねしていきます。はいものえー、とこれ 縦ラインでいってくださいこれビヨーンって寝かさないようにし。下に下短くていいの、ね。でこうですねで次は打ち込んだらちょっと背筋を伸ばしていくような感じですちょっと反り気味反ってるような感じにしといてキュッと入れて次は上に行きたいんですこれこれが2画目のこのラインと同じようにあのー 平行にしないことね。これもっと下からほらこんなラインですよね。そうでそのこういう風にそこから上に持ってくるようにこれも縦ラインです。これか、ね、さない。縦目にしておいてふわっここギュッと入れてここもふわっ強くしながらこの辺からもすごい強いです。すごく強くてここは90度かな。大きくグワーンと跳ねるようなイメージ。でここから。 1> 1この2本はえっ、ー、とゆくゆくはあの行商でつながっていくところなのでもうこれ組み合わせとして12っていう感じであのリズムをね作って書いていった方がいいですね真ん中。はい、で1、えー、と客こういうとこ打ち込んであの入れ込むような感じでいいですよ。 上の字のも、うほら、こういうところにこういう風に入ってくる。で、ここですね。浮かんぶり。ふわっとさせておいて、ちょっと肩落としといて、こう。で、次は、こうです。ここからの、こういう風に来て、こういうラインですね。もうこれも形難しい字ですよね。こんな感じです。はい。おは、ストーン。 落ととしてててておいい持ってきてくださいでこれを長くなりすぎないようにこの辺りですっと切るはい次ですえっ、ー、と「乗る」という字は意外とこれ難しいかなどうですかね書き順がありかなぐちゃぐちゃかもしれないですね結構いろんな書き順の子がいると思います1 2 3ここが一番長いこれ漢数字の2ですよねここねあのまあチョンが入ってるけどね123、うん、ってきたら45向かい合ってるとこ書いて6閉じる7真ん中を貫いて89 っていう,ふうにします123ここの部分でこの,この外形、ね、これで分かりますねひし形っぽいっぽい感じにしましょう。でこう向かい合ってるところとかを少し今ふっくらとさせたのが分かったかと思います。このふくらみを出すことでこの真ん中にある空間をねちょっと大事にしてあげようと しています。ただ位置的にずらせば、それはね、もちろんね、中はあの広くなりますよね。だけど、そうすると今度不格好になっちゃうんですよ。頭大きくなりすぎると、それもそれで可愛くないですよね。だから、うんと幅を大きく取るのではなく、あの線で膨らませて少しそのニュアンスを出してるっていうそんな状態です。 そ,うそれだけでも随分違うんですよだからまあここがね空間が狭いのでそういう風に見せるのが効果的かなと思いますえー、のせですねせのせて走る123これどこ一番長いですよね 次は次意外とみんな長くしがちなんだけどあんま長くしないんですよ。このぐらいここと同じぐらいとそして567でるです。はい。で学年を書いてじゃあ終わりですね。えっ、ー、と小6にしましょうか。小学6年。学年このぐらい話していいですよ。でえっ、ー、と。 そうですねこの辺4文字の子はちょっと空間空けてくださいこのぐらいな感じでいきましょう。はいじゃあ頑張ってくださいね。